はい、どうも、イピカです。今回、APEX の動画です。前回ね、僕がリーダーシップを取って、オーダーを取り、チャンピオンを取るという動画を上げました。まあ、そちらの動画は概要欄のリンクに貼っておきますので、ぜひ見てください。で、今回は全く真逆のプレイで、野良の方についていくっていう足並みを揃えたプレイとなっています。で、この画面に映っているホライゾンの方がですね、めちゃくちゃオーダーが上手でした。敵がいたら絶対に先に赤ピンを刺す。そしてリングが迫ってきてやばいっていう時に、まあ、率先していく方向を指してくれるっていうね、すごいオーダーの取り方がうまい、足並み揃えやすい方でした。まあ、このゲームね、チームの総合力を持ってチャンピオンを取るゲームだと思うんで、まあ、そういったところがミートしていい戦いができました。で、もう一人のカタリストの方はね、2マッチぐらい前にも一緒にマッチングしたんですが、変な負け方をして若干気まずいです。まあそういった3人が揃ってどんな感じで戦えてるか、そしてまあ僕がどんな感じでこのメンバーに貢献できたのか見てほしいと思います。それでは戦闘開始です。どうぞ。
エーペックスのチャンピオンとなりました。はい、チャンピオンになりましたね。じゃあ最後戦績を見て終わりましょうか。結構活躍できたかなと思うけど、ああでもホライゾンも7キルぐらいしてんだ。俺10キルですね。キルリーダーでした。